第8課、車と電車とどちらが速いですか。 Lesson 8. Which is quicker, car or train? Dialogue 1. Michael leaves the office with Mr. Nomura. じゃあ、お先に失礼します。お疲れ様でした。さようなら。ウェッブさんは何で帰りますか？私は地下鉄です。じゃあ、一緒に行きましょう。ところで、六本木のお宅はどうですか？便利ですが、あの辺は夜も車が多くてうるさいんですよ。そうでしょうね。それに、通勤の電車は混んで大変でしょう？ええ、本当に。なんとかならないでしょうか。Dialogue 2. Waiting for the train. お宅はどちらですか？うちですか？4ヶ月前に浦和へ引っ越したんですよ。前より遠いんですか？ええ、だいぶ遠いです。3度も乗り換えるから2時間近くかかります。え？ 2 時間も？そんなにかかるんですか。大変ですね。車と電車とどちらが速いですか？やっぱり電車の方が速いでしょう。道が混みますから。行きと帰りとどちらが混みますか？行きの方がひどいと思いますよ。Dialogue 3. On the train. へえ、日本では電車の中で大学生やサラリーマンが漫画を読んでいると聞きましたが、本当なんですね。びっくりしたでしょう。イヤホンで音楽を聴きながら新聞を読んでいる人もいますね。それから寝ている人もいますね。私は広告を見ながら漢字やカタカナの言葉を勉強していますけど。ああ、ウェブさんは勉強家ですね。でも週刊誌の広告は難しいでしょうね。ええ、知らない言葉がたくさんあって難しいですね。でも、日本語の教科書ほどじゃありませんよ。Reading Comprehension Exercise。 美智子さんの話。私のクラスには旅行の好きな人が多いです。外国へ行ったことがある人もたくさんいます。今年の夏、ヨーロッパに行った人もいますが、ハワイや韓国へ行った人ほど多くはありません。日本の乗り物やホテルは高いから、外国へ行った方が安いと二郎君が言っていましたが、本当でしょうか？私も来年の春休みに3週間ぐらいヨーロッパへ行きたいと思ってアルバイトを始めました。Listening comprehension exercise. Listen to the following two dialogues and answer the questions in your textbook. Number 1. Dialogue 1. マイケルさん、音楽はジャズとクラシックとどちらが好きですか？私はジャズの方が好きですが、土田さんは？私はジャズも好きですが、クラシックほどじゃありません。そうですか。家内もクラシックがとても好きなんですよ。 Number 2. Dialogue 2. 土田さん、来週は今週より忙しいですか？今週ほど忙しくないでしょう。これでレッスン8は終わりです。